きいのよね、自分たちも。砂嵐で本当に街ごと一夜で亡くなったりするじゃないですか。で結構そういう過酷な中で生きる人たちの精神性っていうか、こうみんな作り上げてはまたゼロになってって、こう旅しながら生きてる、生きるって結構ね大変だよ、精神的にはね。なんか結構根を張って生きたいっていうのが多分なんか生物の本能と思うんですけど、なんかそれができない状況の中で生きていく人たちのなんか精神性すごい素敵だな。今ね、なんか今問題みたいなあるんですけど、もともとはきっとなんかきっと砂漠でも何も水とかもなくても華やかっていうか、精神を保つ。アルケミストっていう小説があって、そこのなんか羊飼い、もともと羊飼いの人がその砂漠を旅する時の描写が、なんかその時のなんかこの精神の保ち方、獣とか人間とか自然とか、そういうものがこう境がない世界っていうか、それが一つの中で同じ時間を過ごして生きて生まれて死んでみたいな、なんかそういう世界っていうのをなんか今回やりたいなと思って、なんかすごいなんかその文章の中でも、なんか星星座作るとかすごいなんかそれすごくいいなと思って、なんかそういうイメージっていうか、なんか自然もなんかそういう神様とかも人間もなんかみんなが何かを作って出来上がってるこの世界みたい なんかそこにこうたまたまそれがあるんじゃなくて、なんかこう作ってるのかなって想像しながら、なんか猫の子がこうやって星持ってきたと なんか鳥が持ってきたとか、なんか太陽がさらってったとか、なんかそういう風にしてこう世界ができてたらすごく楽しいというか、素敵な感じだなと思って、